りしてる？霊夢よ、マリサだぜ。待ちに待った ARTA の2023年カラーリングが公開されたので、今日の動画はそれについてです。このチャンネルではスーパー GT の情報をメインに発信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。高評価、コメントやシェアもよろしくだぜ。さて、メーカーテストや公式テストではファンから。これどうやって見分けるんだよ。ニスモ、NDDP の方がまだわかりやすい。などと今シーズンのカラーリングに注目が集まっていた、ARTA 無限の2台。ARTA は過去に GT300 クラスとややこしくなるとか言われてたが、今年からは同じクラスだからな。もし似たようなカラーリングならそれこそ実況席泣かせなんだぜ。ただ、鈴木アグリ監督が公式テストのインタビューで、カラーリングは見分けやすくします。イメージとしては、昼と夜って感じ。とはっきりと言い切ったわ。8号車が昼、16号車が夜だったな。今週末は富士での公式テストがあるからそこでお披露目と。いや、本当は3月の22日に公開予定と ARTA が告知したんだけど、まさかの延期。どうした？おそらくだけどスタックの WBC 有給申請が大量にあったんじゃないかしら。いや絶対違うだろ。富士では搬入、そして撮影も行われていたんだけど、GT の公式さん、まさかの発表前におもらし。まあギリセーフ。そんなこんなで公開されたカラーリングがこちら。8号車はオレンジの主張が強くなって、16号車は F1 のように軽量化を狙ってオールブラックです。絶対違うぞ。そして両車、サイドに無限のロゴ。マシンのドアはスポンサーでスバル状態になってしまったわ。スポンサー多いチームあるある。面白いことに8号車はモービル1、16号車はカストロールがオイルサプライヤーとなっているわ。2台で揃えなかったのか。っていうか無限といえばここ最近はモチュールだったのに。そして他にもカラーリングを発表したチームを紹介するわ。お？どこのチームだ？レーシングプロジェクトバンドウよ。昨年と比べてかなり白の面積が増えたわ。なんかすごいスッキリしたな。実車はこんな感じで、昨年と比べるとこう、白が一気に増えたな。そして GT300 ではチームルマンがカラーリングを公開。新しくブーボットのスポンサーでかなり印象が変わったわ。ブーボットは共同ロボットメーカーだな。だからサイドにロボットが書かれているんだな。こちらも公式テストで注目ね。そしてその公式テストだけど、予報ではがっつり雨予報。花粉がないだけまだマシか。今日の撮影、搬入も雨が降ったり止んだりと富士らしい天気の週末。王者日産勢、雨のミシュランが炸裂するのか。ホーム富士でトヨタ勢が意地を見せるか。ストレート苦手のホンダ勢がテストの好調を保てるか。公式テストでは気温も低いと予想されるから、見に行く人はしっかり着込んでいくんだぜ。それでは今日の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。